はい、ご視聴いただきありがとうございます、えー、今回はですね、この地球外生命体が存在することが NASA の発表でほのめかされたという記事についてですね、補足していきたいと思います。えー、っとですね、まあ、ぶっちゃけですね、NASA の研究員の間で地球外生命体がいるかいないかなっていうのはですね、えー、いるに決まってるっていう判断が正しいらしいんですよ。ていうのは僕の、えー、経験上ですね、NASA の方と話したことが何回かあるんですけれども、 まあ普通に <laughs> 宇宙人の話しますからね、えーまあ、NASA の下の方の人というかアルバイトみたいな方インターンみたいな方は知らないのかもしれませんけれども、まあ、普通に、えー、勤めてる方だったら地球外生命体がいるっていうのは、えー、事実ですのでこう地球外生命体が存在するかどうかっていうのは議論になるようなことでもないんですね。あのよく考えてみたら分かることだと思うんですけれども えー、そもそも地球外に生命体がいないっていう,いうそのなんですか固定観念ってどっから来たのかって話ですよね、えー、それは地球外にはこ、えー、生命体がいないっていうようなことをずっと言われてきたから僕らはそう思ってるだけの話ですね、えー、もし隠すんだとしたら、えー、そういう教えを教え方をするわけですよあの なんで,で隠すのかっていう話なんですけれどもそれは地球外生命体がいるっていうことが分かるといろいろと不都合が起きるからですね例えば宗教観っていうのが全く変わってしまいますねえ人類を創造したのが宇宙人だったとしたら私たちが創造主だって言ってたのは宇宙人だったっていうことですからあの全然え今までの聖書とか コーランとかで言ってることが全然変わってきちゃうわけですよね。じゃあこの教えは何なんだって話になっちゃうんで、えー、そういう意味で宇宙人が想像主だっていうことは言ってません。まあ全ての宇宙人が想像主っていう意味ではないですよ。それからですね、この辺にも書きましたけど地球に似た環境の惑星っていうのが、えー、最近見つかってきてますよね。ただ 地球に似た環境じゃないと生命が生きていけないっていうのも固定概念に過ぎないんですね。あの生命っていうのは僕はここでは意識を持った情報場っていうふうに定義したいと思います。まあ、生物学上の定義はまた違うと思いますけどね、有機体とかそういうのあると思いますけど、えー、意識を持った情報場です。だから、えー、肉体っていうものを持っていなくてもそれは生命だっていう。 捉え方をしていいきたいと思いますなんで神の情報が降りてくるとか、えー、光の存在とかそういうものもある意味、えー、生命なんですね。で宇宙人って言われるのも、えー、決してヒューマノイドだったりとかあのタコみたいな足の、ね、タコみたいな感じの、えー、宇宙人ってある必要もないわけですよ。ただの情報を場として意識を持っていればいい話なんで。 えー、不遊霊みたいなのとはちょっと違いますよ。不遊霊みたいなのはあの意識があるだかないだかよく分かんないんで、えー、だいぶ <laughs> 自分では自由に行動できないというか、えー、そういう念力だったら念力に寄ってしまっている部分があるので、そういうのとは違います。僕らのように自由に何でも発想できて、えー、自由な意思がある情報版のことを指しています。今言っている宇宙人というのは。でもちろん、えー 肉体があるる宇宙人いいうのもいるんですねそれが例えばグレーであったり、えー、アヌンナキであったり、えー、プレデアス星人とかですよねでこのロドウェル事件っていうのはすごい、えー、有名な事件ですねこれは実際起きた事件で、えー、UFO が墜落しちゃったっていう話ですでこれ街中で起きてるから結構有名になってるだけでこういう UFO 墜落事件っていうのは、えー、結構あるようですね あのアメリカに行ったらそういうバイトあるらしいですよあの。バイトの内容はよく書いてないけど瓦礫撤去みたいな感じで書いてあるけど行ってみたら、えー、UFO が散乱してたみたいな墜落した UFO の周りで宇宙人がねいっぱい死体で転がってたとかそういうバイトがあるらしいです。ただ それは何十年も口外してはいけない契約になっているんで、えー、表には出てきてませんけど、まあ僕の知り合いの話によると、そういうことがあるらしいです。はい。なんで、地球外生命体まとめますと、えー、普通にいるっていう話ですね。あの、いる、いないっていう発想がちょっと固定概念に縛られてるかなと思います。えー、じゃ証明しろよと言われても、証明はできないんですけど、例えば宇宙、 UFO の、えー、技術を応用したアメリカ軍の、あのー、戦闘機とかありますよね。名前を忘れちゃいましたけど、TR3 TR みたいな名前の TB300 だったからちょっと忘れちゃいましたけど、えー、反重力を使った戦闘機ですね。なんで、例えば YouTube でアメリカ軍反重力とかって検索したら、もう思いっきり 三角形のですね、UFO みたいな戦闘機の画像が出てますんで、それ見たらわかると思います。これは完全に UFO そのものではないかと思いますけどね、えー。プラズマでね、攻撃するらしいんで、めちゃくちゃ破壊力あるんですけど、えーまあ、そういうのはいっぱい出てきてますね。うん。なんで、法、え、則、ー、はこの辺にしたいと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。またこの記事も見に来てください。ぜひ。 では失礼したいと思います。